聖ペテロ教会の戦闘。聖ペテロ教会、聖ペテロ教会とは、ラトビアの首都リガの旧市街にある、ルーテル教会の教会である。1209年、石造りであったために、リガ市街に発生した火災で被害を免れたことがこの、教会についての最も古い記録である。その後、主に3期にわたり大幅な増改築が行われ、1期から2期は、ゴシック建築、ロマネスク建築、 3期は初期はロック建築といった建築様式で建設された。初期の建築は中間部の振動の外壁と一部の柱にのみ残っている。ロストックから招かれた建築家により、ロストックの聖マリア教会をモデルにしたサンクチュアリが1409年にほぼ完成した。しかし、ポーランドとリトアニアとドイツ騎士団との戦争により、 奉能は1419年に行われた。また、ペストの流行により他の工事は1420年代から約10年間中断した。13世紀の建築は1456年から1466年にかけて新しいサンクチュアリに合うように改築された。1491年には、教会のファサードに八角形の断面をした。 高さ136メートルの戦闘は完成した。しかし、この戦闘は1666年3月11日に崩壊し、周囲の建築物を巻き込み、8名が瓦礫に生き埋めとなり、犠牲となった。崩壊した西側部分のファサードと新しい戦闘は1667年から1690年にかけて再建され、同時に屋根と天井部分、 内部の天井や装飾部分が回収された。1677年に戦闘は完成したものの、同年の5月21日に市外を襲った大火により内部が消失してしまった。その後、1679年にそれまでの木造の天井に変わり、かつての石造の天井に置き換えられた。 改修工事の完成から29年後の1721年5月10日、教会は落雷により炎上し、外壁を残すのみとなってしまった。再建工事は即座に開始され、1721年にはすでに仮設の屋根ができていた。1746年には高さ69.6メートルの新しい戦闘が完成した。 第二次世界大戦中の1941年6月29日に、教会は消失し、1954年から調査と修復作業が開始された。1970年8月21日に、戦闘の頂上に、消失前と寸分違わない飾り鶏が設置され、1975年7月から、戦闘の時計が回収された。翌年には毎生寺なり、 さらに民謡のリーガ・ディムドのメロディーを1日5回鳴らす鐘が設置された。1984年には塔にエレベーターが設置され観光客がリガ市街を一望できるようになった。同年に教会の内部の改修工事が完成した。1991年のソビエト連邦の崩壊とラトビアの独立によりルーテル教会として再び用いられるようになった。 エーテル協会からの360度の眺望、ありがとうございます。